広島市立朝市民病院は、広島県広島市朝北区にある医療機関、地方独立行政法人広島市立病院機構が運営する病院である。2010年4月1日付で地域がん診療連携拠点病院の指定を受けた。2012年3月に、壁線再延進実現時に終着駅が設置される予定になっている。 嵐田地区二点を計画していることが明らかになった。建設から30年が過ぎたことで施設が老朽化し耐震性も不足しており、また教会化による高度専門医療への対応が困難になっている事情がある。同年12月までに原始基地での建て替え、嵐田地区移転の両案がまとめられ、2013年1月に地域住民への初の説明会が行われた。 しかし、荒下地区への移転計画には反対の声も多く、2014年2月に行われた移転に関する費用を盛り込んだ病院事業会計の補正予算の採決は、各会派内で意見が割れ自主投票とする会派が続出、最終的に採決は25対25の同数となり、議長により否決となった。2014年6月現在、 同月に行われる議会への議案提出は見送り、現在地での建て替えを含め、あらゆる可能性を排除しないとしている。その後、現在の朝市民病院敷地内に一部機能を残した上で、荒下県営住宅跡地に病院を新築することとなったため、開通5年後の2022年春に病院が開業する予定。ありがとうございます。